はい、秋吉です。今日はですね、α6400 のカメラにこちらタスカム TM2X 一眼レフ用のマイクになるんですけれども、こちらをつけまして、楽器をですね、ベースなんですけれども、そちらを弾いてどのような音質になるのかっていう比較をやっていこうかなと思っております。前回はですね、私の声だけを録音しましてね、タスカム兄さんに相談したところ、設定がですね、まずはローカットのセンスが L でですね、そして本体の録音レベルを上げていくといいですよっていうことでやってみたんですけれども、ちょっとね、私がですね、ピークの手前ではあったんですよ。赤のところまでは行ってないですけれども、手前の方を狙ってやったんですが、ノイズが気になったのでですね、今回は実験的にですね、マイナス3手前あたりをですね、狙って録音していこうかなと思っております。まあ、こちらね、タスカム製品で、音楽用にも強いのかなっていうところで、まあ、ステレオマイクになっておりますけれどもね、まあ、こちらがどのようにですね、アンプから出る音がどのように取れるのかっていうのは非常に楽しみなんですけれども、まあいろいろとですね、設定もですね、ローカット L だけじゃなくて、ローカットセンスが H だったりとかですね、まああとはカメラ内蔵マイクでの音だったりとか、まあそこら辺もですね、含めていろいろ試しながら弾いていきますので、ぜひぜひ最後まで見てください。よろしくお願いします。それでは早速ベースを弾いて音質比較をやっていきます。それではいくよし。はい、α6400 の内蔵マイクでいきます。それではですね、ローカットセンスは L でいきます。はい、それではですね、ローカットのセンスは H でいきます。はい、それではですね、フラットのセンスは L でいきます。はい、それではですね、最後になりますけれども、フラットのセンスは H でいきます。はい、いかがだったでしょうか。ヘッドホンでよく聞いてみたんですけれども、まあ、結
果的にはですね、フラットのセンスが L が個人的には一番いいなっていうふうに思いましたね。ローカットのセンスが L でもよかったんですけれども、まあ、思った以上にですね、ローの部分をカットなのでベースの音をですねちょっとカットする部分もあったなっていうところもありまして、まあ、腰があるっていう意味ではですね、フラットのセンスが L っていうところが一番録音設定的にはいいのかなっていうふうに思いました。それでですね、センスを H のパターンにするとですね、なんでしょうね、この録音レベルをねピークまでいってなく、ないんですけれども、まあ、感度はいいっていう分ですね、抜けは良くなると思いましたけれども、プツプツプツっていうね、なんか鳴ってるんですよね。これが α6400 の本体の方の何かの音を拾ってるのか、駆動音だったり電子音だったりね、まあ、そこがねいろいろとねまた実験してみないとわからないんですけれども、まあ、その点で言うとですね、まあ、ひとまずローカットの L、フラットの L っていうところを使っていこうかなというふうに思いました。まあ、そこでですね、本体レベルはやっぱりね、マイナス3あたりでもいいのかなっていうところで、それで足りない部分をですね、編集ソフトで補っていくっていう形が、まあ一番調整は必要なのかなっていうふうには感じましたね。まあね、いろいろとですね、この TM2X はですね、そのシーンに合わせて使い分けができるっていうところもありますので、まあこれからもですね、まあ例えばバンドで撮ってみるとどうなっていくのかとかだったりですね、まあいろいろと実験してお届けできればなっていうふうに思っております。まあ、私のチャンネルはですね、まあ、基本的にはですね、音楽方面で使えそうなものだったりですね、まあ、こういうご時世っていうのもありますから、今ね、結構動画コンテンツの制作だったりとか、あと配信、収録だったりとかね、まあ、そういう活動をされる方も多くなってきましたので、まあ、そういった方たちに向けてですね、少しでもお役に立ちそうな情報をお伝えできればなと思っておりますので、ぜひぜひですね、ご興味がありましたらチャンネル登録をしていただいて、また見ていただけたら嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。秋吉でした。まだね。